左手の方がなんか指が長いんだ。おお、いきなり始まっちゃった。ウィス、こんにちは、高行です。今日はですね、ちょっと超穴場のラーメン屋さんを見つけちゃいましたよ。場所は群馬県高崎市にあります、大号かな。だと思うんですけど、要はね、看板がね、まあ古い看板が出てるんですけど、看板が壊れちゃってて、で、しかも、まあ、ラーメン屋さんと言えるのかな、のれんも何もかかってない、普通の家みたいな、まあお店というか普通の家があるんですけど、その中で実はラーメン屋さんをやっているというお店で、突撃してみましたので、ぜひねちょっと見ていただきたいと思います。過去にはねテレビにも紹介されたことのある店のようでございます。はい。でね、実際にはもう食べ終わった後に私この動画撮らせていただいてるんですけど、驚きの連続でしたね。今回はね、いきなり初めて私行ったわけですけども、何も調べないで行ったんですよ。あそこのあの辺に看板もない、なんか潰れちゃいそうな昔ながらのラーメン屋さんがあるんですよっていう情報は聞いてたんですけど、それだけで行ったんで、どういうメニューがあってどんなラーメンで、どんな店主かとか一切わからないで行ったんで、驚きの連続だったわけですね。今回はね、店主との会話がね結構できたんで、一部始終とまではいかないんですけども、放送できる範囲のね内容で、ちょっとご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。和風ラーメンとんかつ大号、こんな見た目の店。出るメニューだけで全部やめちゃったんですか？すごいです。初めてよく入ってきましたね。ここにあるのを知らなくて、同僚の人がここにあるよなんて言うんで、教えてくれたんです。もう結構長いんですか？35年。長いっすね。その人がなんか雑誌に載った店とかなんか言ってた。テレビですか？テレビ乗ったり出たりしてます。乗った。あ、そうなんですか。うち、ええ、あ、乗りましたよ。あ、そうなんですか。いや、だけどやってるので家賃払ってるでも無駄遣いはできないんですよ。ただ孫が来たら何かこれくらいぐらいはやれるから。なるほど。あと言って年金だけじゃとてもじゃないけど、はい、やっていけないです。こんなつくんすか？こんなにつくんすか？なんで？いや、すごいっすね。全部こんなに。そうっすか。これで700円。700円、安っ。これで700円、安っ。昼時は混んでて入れないんですかね。そんなことないですよ。そんなことないですか。なんかガラガラですよ。本当ですか。店にはこんな汚い店だもん。そんなことないですよ。お客さん入るわけないですよ。いやあんまり作らないですよ。あ、そうなんですか。断っちゃう。断っちゃう。
全部ラーメンでなんか。あ、そうですか。そうか。まあ日曜日です。あ、日曜なんすか。うん。日曜日ですよ。もうやってることやってるの。ああ。信号のとこだしね。うん、みんな見ろ止まって。はい。車が止まってるんだけど、のれんが出てねえってんで。気になっちゃうね。そう。ダメですよ。ダメね。ああ。わがまま行くから。わがまま行くね。売り上げも安定してますしね。水だって出したことないですよ。あ、そうなんですか。へ、うん、あ、そうなんですか。はい。ごちそうさまです。はい、いかがでしたでしょうか。ラーメン大吾をね、おいちゃん一人でやってましたけども、まあね、たくさんあるメニューの中からメニューを2つに、絞って営業されてて、その2つの中の1つもね、めんどくさいからお客さんから注文が入っても俺は断っちゃうんだいって言ってましたけども、なのでね、皆さん、ラーメン大吾に行く機会がありましたらね、ラーメン定食のみの注文で私からもお願いします。はい、まあね、心よく出してくれると思いますけども、ラーメン定食ならね、うん、はい。で、営業時間は気まぐれ、始まりも気まぐれ、終わりも気まぐれ、まあ2時頃には終わっちゃいますと。で、日曜日定休をいただいておりますと。はい、まああとは、道から営業してるか営業してないかわからないんで、まあ見逃さないように、カーナビには出たかな、カーナビには出たんで、調べていっていただけたらと思います。非常に穴場でしたね。ぜひ皆さん、昭和へタイムスリップしてみたくないですか。ぜひ行ってみてください。ではまた。ご視聴いただきありがとうございました。私の動画に興味を持っていただいた方、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。